おはようございます。7月の22日の木曜日、本日の天気は快晴晴れでございます。今日は最高気温33度。今日も非常に暑い暑い一日でございます。熱中症対策ですね、しっかり皆さんしていきましょう。さあ今日も始まりました、毎日ポジティブプレゼンツ、ポジティブラジオ、パーソナリティ、私スーパーポジティブティーチャー福地が本日も務めさせていただきます。はい、それではですね、まずは昨日のポジティブ喫茶の状況からお話したいと思います。昨日はですね、4人の方がポジティブ喫茶来てくださいました。その中でですね、もうオープンして5時17時ジャストに来てくれたがですね、男性の方がいらっしゃってですね、まあ、その方はですね、まあ、今日もしかしたらノーゲスになる可能性があるんじゃないかと心配してくれてですね、そして今日1杯だけでもと言ってですね、お店に来てくださった方がいらっしゃいました。まあ、そうやってね、まあ、自分のことのようにね、このポジティブ居酒屋が約6年間ですね、ノーゲスが1回もないというこの記録があるんですけども、それを伸ばすためにね、今日はもしかしたらノーゲスになる可能性あるんじゃないか、じゃあ自分が1杯でもドリンク飲みに行けばノーゲスを回避できるんじゃないかと考えてですね、来てくださった方がいらっしゃって、まあ、そういうふうにね、まあ、その方にとってこのポジティブ居酒屋というお店がですね、なんとかその記録を伸ばしていきたいと思えるね、そういうふうに思っていただけるお店だということがすごくすごく嬉しかったです。まあ、それ以外にもね、大学生の方がいたり、逆にも60歳を超えてワクチン2回接種を終えた経営者の方がいたりと、まあ昨日もね、すごく幅広い層の方が来てくださって、本当に本当に感謝です。まあ、喫茶店で、ね、お酒が出せなくてね、本当申し訳ない気持ちいっぱいなんですけども、まあ、それでもね、こうやって来てくださること、本当に本当にこう嬉しく感じております。まあ、この感謝をね、もっともっと行動でね、表していきたいなと、また次来て くださった時にね、もっと喜んでいただけるように頑張っていきたいなとすごく思いました。さあそれではですね、こちらからスーパーポジティブティーチャー福地がスマホ中毒にかかってしまって、これを脱却するプロジェクトのですね、結果をお話したいと思います。今4つのですね、チャレンジをしております。これ動画、うちのこのポジ毎日ポジティブのですね、動画の中にもこの僕がスマホ中毒からの脱却プロジェクトのですね、内容ございますので、ぜひともそれを見ていただいてからですね、今どういう状況なのかと把握した上で、ぜひともですね、この僕がこの緊急事態宣言42日間の間で本当にスマホ中毒が脱却できるのかというですね、ストーリーをぜひとも楽しんでいただきたいなと思います。はい、で4つのチャレンジなんですけども、昨日はですね、まず1つ目、筋トレ、これ毎日ですね、厳しい筋トレをするというのを、これも昨日達成いたしました。そして、毎日5個のゴミ拾い、これもですね、昨日7個ゴミを拾いました。ウーバー配達、これ最低1日ノルマ10件、これは昨日11件ですね、配達することができました。最後 YouTube の毎朝6時半投稿、これもですね、しっかりと6時半に投稿することができました。なので昨日も全てチャレンジ、成功でございます。これでなんと節目の10連勝です。いやー嬉しいですね、これ10連勝、なんとか2桁にね、乗せることができました。残り32日間、これからもね、しっかりとこの4つのチャレンジをね、毎日クリアしていきたいなと思います。さあそれでは続いてのコーナーは学びのコーナーです。どういうコーナーかといったら、こちらの本、1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書、この中でですね、プロフェッショナルの仕事術とはどういうものなのかというのをですね、一緒に学んでいこうというコーナーですね。本日はですね、来ました、世界の発明王エジソンさんのですね、お話をしたいと思います。でこの文章で、ね、書いてくれたのは浜田和之さんという方ですね、国際未来科学研究所代表の方でございます。本日の題名はエジソンに学ぶ成功の秘訣でございます。読みます。1914年12月、エジソンが67歳の時のことです。
災難が彼を襲います。ウエストオレンジにあった研究施設が火事になってしまったのです。連絡を聞いて駆けつけ、実験道具や資料など重要なものを持ち出そうと陣頭指揮を取りましたが、時すでに遅し、施設はすべて焼け落ち、当時の金額で500万ドル、日本円にすると約5億円近い損害を被ってしまいました。目の前で今まで自分が築き上げてきたものがすべて燃える光景を見ながら、エジソンがしたこと、それは家族を呼び、こう告げるのでした。こんなに大きな花火大会はまず見られない。とにかく楽しめ。そして集まった記者たちに、自分はまだ67歳でしかない、明日から早速ゼロからやり直すつもりだ、今まで以上に立派な研究施設を作ればいいのだ、意気消沈している暇はない、と平然と言ってのけたのです。エジソンは常識だけではなく時間という概念に縛れることも大変嫌っていました。普通我々は1日24時間という時間の中で生活しています。しかしエジソンに言わせれば、1日が24時間であるというのは人間が人工的に作ったもの、自分が時間の主人公になれば1日を36時間でも48時間でも自分の好きなように使えるはずだというのです。エジソンの工場の壁には長針や短針もない大きな時計がかけられていました。ある日、友人の自動車王フォードが、針がなければ時計の意味がないのではと尋ねると、エジソンはそうじゃない、時間というものは自分でコントロールすべきもの、時計のような出来合いのバロメーターに左右されるようでは何もできない、疲れたと思えばその場で休めばいい、仕事が完成するまでが昼間だ、自分の体に合ったリズム、これを自分でコントロールすることが大切だと答えています。驚異的なひらめきをつかんで形にし、天才と称されることの多いエジソンですが、決して努力を軽んじていたわけではなく、むしろその逆でした。世界中から寄せられるどうすれば成功できるのかという問いに、エジソンは野心、常識にとらわれない想像力、昼夜を問わず働く意志の3要素を挙げています。1日18時間を働くことにしていたと言いますから、人の2倍3倍は濃密な仕事人生を歩んできた自負があったのでしょう。ですからエジソンにとってはまだ67歳、まだまだ大きな仕事をするのには十分な時間があるという発想だったのです。それどころか肉体は魂の仮の宿り木、滅びれば自分の宿り先に移動するという死生観を持ち、それを証明するための実験を重ねていたくらいですから、死という概念すら超え、次なる成功に野心を燃やしていたのです、というですね、エジソンさんの本日のお話でした。まあ、この文をね、読むとどれだけね、エジソンさんがポジティブな考え方の人だかっていうのがすごくすごくわかりますね。何か障害があった時に、成功者と呼ばれる人たちはそのことをしっかりと目を背けることなく受け入れて、じゃあどうするかというふうに考えられる人が成功する確率がものすごく上がると僕は思うんですね。まさにエジソンさんはそういう方で、普通だったらね、研究所が燃えてしまったら、はあ、せっかく今まで積み重ねてきた、積み上げてきたものが全てがなくなってしまった、もうダメだ、年齢も67歳だ、もう自分が研究できる、発明できることなんてないんだって思ってもね、それは全然問題ないというか、まあ、そういうふうに考えることもできるじゃないですか。
それをね、家族呼んで、ああ、こんなね、花火見られねえぞと。自分の研究所燃えてる姿に見られねえぞと、よーく見とけと、楽しめと。このポジティブな発想はものすごいですね。だからこそエジソンさんは世界の発明王と呼ばれるくらい大きなね、功績を残したんですね。こんなね、エジソンさん言葉も残してますね。困るということは次の新しい世界を発見する扉である。困ったことというのが自分が次のステージ、ステップに行けるとっても大切なことなんだということですよね。まあこの考え方もねすごいですね。普通だったらみんな困りたくないじゃないですか。でも困った時こそが成長のチャンスだとエジソンさん言っています。こんなことも言っています。私たちの最大の弱点は諦めることにある。成功するのに最も大切で確実な方法は常にもう一回やることであると。何かやります、失敗しちゃいました、でそれで終わってしまったらそれが本当の失敗になってしまう。でも何かをしました、失敗しました、でもなんで失敗したかを考えてもう一回やってみました。そしたらその失敗が生かされるから、その失敗が今度は成功につながる非常に大切なことだったものだったと捉えられるということですね。まあ、切り替えの速さの天才ですよ。発明の天才でもあり、切り替えの速さの天才でもある。まあ、そういう方が世界のね、本当にこう有名な発明家としてこの世の中をね大きく変える人間だったということは、やはりポジティブな考え方、ポジティブ思考というのはすごくすごく僕は必要なんじゃないかなと、このエジソンさんの話を聞いて改めて思いました。本日もねこの話を聞いて、まあちょっとでもねポジティブな気持ちになれたらすごくすごく嬉しいです。はい、それでは続いてですね、ポジティブニュースいきましょう。ここからはですね、スーパーネガティブティーチャーにも出ていただいて、今のね、ホットなニュースをですね、ネガティブな視点から、そしてポジティブな視点からですね、しっかりと学んでいこうというものでございます。それは昨日ですね、ニュース、これ衝撃的なニュース入ってきましたね。 IOC 会長のバッハさんが7月の20日 IOC 総会で東京五輪の開催に疑念を持っていたと明かした。突然の手のひら返しにネットでは非難轟々になっているというですね。これはこれスーパーネガティブティーチャー言いたいこといっぱいありそうですね。それではスーパーネガティブティーチャー登場していただきましょう。さあ今日もネガティブの世界へようこそ。今回の記事ついに来たな、バッハ。お前な、今までずっとオリンピックは緊急事態宣言下でもやる、問題ないんだ、できるんだって言って、今更になって疑念を持っていたって、お前ふざけんなよ。今までのチャブさんいきなりひっくり返してきたの、お前。それも開幕直前だぞ。なんでそんなこと言うの、今更。ずーっと一つの信念のもとにやってきたんじゃないのか、バッハさんよ。何手のひら返ししちゃってんだよ、もうオリンピック始まるっつーのに。そんなね、今このオリンピックが本当にやっていいのかどうかなんてみんなが疑念を持っていたよ。そんなことは日本国民全員思っていたよ。でもあんただけはできると、緊急事態宣言中でもやるんだって、そういう風に言っていたんでしょうが、それを2日前に手のひら返すなんて、今までずっと一歩筋道をバッハなりのやり方でやってたの、今さら保険かけるなよ。もう何やってんだよ。なんで
この人が IOC の会長やってんだよ。その IOC の組織って何なんだよ。なんでそのバッハを選んでんだよ。みんなの責任だろ、これは。IOC の責任でもあるよ、これは。怒んなきゃダメでしょ、こんなこと。やりたい放題かよ、もう全く。ふざけんなっつんだよ。毎日バッハのことで俺怒ってんだよ。これは言わなきゃ俺らも収まれねえ、このバカチンが。はい、というですね、スーパーネガティブティーチャー、今日もね、バッハさんにね、もう連日のようにね、もうブチ切れてますね、ネガティブティーチャーも。で、まあね、まあわかりますよね、バッハさんがね、ずっと言ってきた、大丈夫、オリンピックできる、安心安全なオリンピックできますと言い続けてのこの手のひら返しね、これは許すべきね、ことでは僕はないと思いますよ。こんな人がなんでトップに立てるのって。オリンピックの一番のトップの人が IOC の会長、それがバッハさんですよ。ね、野球の始球式投げてる場合じゃないって、本当そういうことですよ。まあもちろんね、一つね、評価、僕がね、ポジティブにできるということは、まあ逃げてはないですよね。しっかりと彼は日本に来て、もちろんね、県外をね、越えての移動だとか、なんかもうこの緊急事態宣言下にパーティーしたりとかね、そういうもう本当に、もう普通に考えてありえないようなこともね、しているんですけど、まあ逃げずにね、今やれることをやってるということに関してはね、まあそこに関しては僕は評価はしています。ただ、言ってることがね、ちょっともう、支離滅裂というか、今更それ言ってどうすんの？だ、みんな分かってたよって。っていうことはね、すごく僕は、思いますね。で、昨日もお客様と話してて、でもバッハさんってポジティブですよねって僕にね、言ってきてくれた方がいらっしゃったんですよ。まあ確かに自分の思うことをね、言ってできる、やれるっていうことに関してはポジティブのように見えるんですけど、僕は全くポジティブだと思ってないんですよ。それなぜかといったら、僕の考えるポジティブは常に危機的状況を考えながら、でも今できることを全力でやりきるということが僕はポジティブだと思ってるんで、危機的状況を考えてないですね、バッハさんは。だって今未だにもうね、オリンピックの選手がコロナになりましたとか、失踪しちゃいましたとか、選手村の設備がものすごく悪いですとかね、いっぱい不満出てますよ。まあ、そういうことを全て想定した上で、そうならないためにどれだけ準備ができるか、防御することができるかが僕の考えるポジティブなんで、そのばあさんはできるとかやるとかいう割にはですね、リスクを一切言ってないですよね。こうなってしまったらこうだと、それを示して、そういう防御をしてますという言葉が、国民とかね、選手とか、そういう人たちに安心をさせるんですよ。何の根拠もなく、安心安全なオリンピックにしますっていうのは、それは言葉だけであって、それは楽観的なんですよ。じゃあどうやってね、そうならないために、こういう準備をしていますとか、こういうリスクはありますと、最低でも出る可能性あります。でもそれをこういうことを施策をして、極力少なくしますと。そういうことをね、危機的状況、メリットばっかり言うんじゃなくて、デメリットも言うことが安心につながると思うんですね。セールスマンの、本当にできるセールスマンっていうのは、メリットだけを言うんじゃなくて、デメリットも言うわけです。メリットも言って、デメリットを言って、で、お客様の不安を先に全部解消していくことができるビジネスマンのやり方なので、まあ、非常にね、バッハさんのやり方というのは、ポジティブでは僕は全くないと思ってます。ただ、しっかりとね、日本に来て、そして逃げずにね、今この状況、このパンデミックのコロナの状況の中で、職務をやってるということに関しては、僕は認めてます。はい。逃げる選択肢とかね、もうそういうこともね、あると思うし、でもそれをしていないというですね、バッハさんは、まあそれはそれで一つをね、僕は評価してるんですけど、
じゃあバッハさんがポジティブなのかといったら、そう、全くそうは僕は思いません。ただの楽観的者なのかな、こういう人がリーダーになってはいけないのかなと僕は思ってます。これが僕の見解でございます。さあ続いていきましょう。次はですね、菅首相、国民の命守れる。取材に苛立つ一幕も。東京都で感染が拡大する中、パラは有観客で、というニュースですね。東京五輪について記者団に、若者や子供たちに夢と感動を与えられる最高の機会になることを期待する。東京都では今新型コロナウイルスの新規感染者が1800人を超えました。それについて記者団が、国民の命守れるのですかと首相に質問しました。そしたら首相は守れると明言しました。高齢者の感染者が 4% を切り、ワクチン接種の効果がしっかりと出ているとのことです。8月24日開幕のパラリンピックにめぐっては、感染状況が変わったらぜひ有観客でと思っていると、まあ、こういう発言をしたということですね。さあネガティブティーチャーいきましょう。バッハに続き菅さんかい。あんたもね、本当にバッハさんと同じくね、どれだけ空気読めないんですか。昨日1800人っていうですね、半年前の数字が戻ってきてしまった。恐ろしいですよね、1800人っていう数字。その数字確実に今右肩上がりで東京の感染者が増えてる中で、なんでパラリンピック有観客でと思ってますって今言うことじゃないでしょうが。何を今更言っとんねん。今感染拡大広がって抑え込みかけてるならわかるけど、上がり続けてる時に言うことじゃないでしょ。なんでそう火に油を注ぐようなことを毎回するんですか、菅さんはね。なんでこういうトップの人は空気読めないんですかね。 IOC のバッハも空気読めない、そして菅さんも空気読めない。記者から言われてちょっと不満そうな顔しちゃダメでしょ。いや、それは聞かれたくないみたいな。いやいや、聞かれたくないじゃなく、現実をちゃんと直視して受け入れた上で前向きに考えることがあなたの役目じゃないんですかと。ただバッハよりも評価できるのは、一貫してこの菅さんはずっと安心安全できるっていうのを撤回してないですね。今こういう状況ですとか、有観客でと常に理想を追い続けて、そこに対してのバッハがいきなり疑念を持ってる、なんかそういうことは言わないっていうことに関してはね、菅さんは一つの信念を持たれてるんじゃないですか。でもそれが国民に対してどん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 心を離せる原因でもあるんだけどね。まあ今回のこのね、バッハさんに限り、菅さんに限りね、本当に今のこの世の中、ある意味平和なのかもしれないね、これね。こんな人たちがトップに立って、暴動も起きなければね、なんとかさらっとオリンピックやる流れになってるということは、もしかしたら、正解なのかもしれないけど、俺は許さないね、この二人はね。この今の状況、なんでこんな俺のネガティブのこの爆発をさせるようなことを毎回毎回するんだ、こいつらは。もっと国民が本当にこう楽しめるオリンピック、安心できるような環境を本当作ってくれ、菅さん。もうあんたはね、70
70歳超えて頑張ってるけども、でもそこに逃げちゃダメだ。もっとね、これからの菅さんの行動、言葉に期待するぜ。以上。はい、というですね、ネガティブティーチャー、まあまさにそういうことだと思いますけどね。まあこのバッハさんしかり、菅さんしかりね、国民に寄り添ってないです。本当にこれではもうね、毎回思いますよ。寄り添う寄り添うと言いながら一番寄り添ってない二人ですよ。国民の命を守れるのか、守れる、これはいいですよ、その決意というか。だから僕が言いたいのは、毎回言うんですけど、守れる、なぜならばをちゃんとね、データをもとに国民を安心させられることをね、投げかけてほしいわけですよ。まあそれがね、高齢者の感染者が 4% 切り、ワクチン接種の効果がしっかり出ている、確かにわかる。でも感染者は増えている。じゃあこの感染者は増えているところの対処法の話もしてほしいし、今オリンピックの選手の方々が陽性者になるね、人たちがどんどん続出してるわけじゃないですか。このことに対しても話をしてほしいし、一つのことだけを言って守れるということではなくて、あらゆるこのリスクをね、しっかりと一つ一つを噛み砕いて説明すること、これこそがね、守れるという言葉に信憑性を持たせることでもあるし、守れるというその覚悟がしっかりとね、国民に示せると僕は思うんですね。今の菅さんはそこがね、見えてこないので、ちょっとね、まあ、この状況であればオリンピック、まあ、うまくいってほしいんですけど、国民の方々の感情を考えたら、この支持率もう 20% 台にいった菅さんの支持率が上がることはないですね、今のところはね。今はパラリンピックのね、有観客願ってるとか、そんなことね、なんでそんなこと言うかなっていうことをするんですよね、菅さんは。今なんでそれを言うのかな。いや、感染が収まってて減少傾向にあって、このままだったら、もしね、感染状況が収まりきったのであれば、有観客のことも考えてますだったらわかるけど、今上がり続けたと思う。もう毎日先週の600人とか500人とかをこうバンバン更新しちゃってる中で言うことではないんですよ。これ一言多いんですよね。こんなこと言う必要はない、思ってたとしてもね。で、そういうあなたは立場なんだよ、なんですよと。あなたの言葉一つ一つでこう国民がね、一喜一憂するわけじゃないですか。そのことを考えた上でしっかりと発言していただきたいなと。結局それをニュースに出てね、有観客を希望してますなってね、見た時のこの国民の気持ちをちゃんと考えたことあるのかっていうのをね、すごく思います。まあこれね、文句ばっかり言ってもしょうがないんですけども、でもこれを言わないと、いや今のまんまでいいんだと、言わないことが正義では僕はないと思うんですね。今おかしいならおかしいですよと、こういうふうにしてほしいっていうことを言うことがね、相手に対しても思いやりだと思うし、自分に対してもこれから未来ね、こうになってほしいという思いがあるというのはすごくいいことだと思うので、何でもそうなんですけど、何も言葉にしないということがいいことなのか、僕はそうとは思わないです。やっぱこうにした方がいいと、こうにしてほしいというのはどんどん言葉に出して言うことが今の現状を良くすることにつながる。ずっとパワハラされてる人が言わなければ、もう自分がね、どんどん追い込まれて、もしかしたらね、自分で自ら死を選んでしまうね、人たちがいるかもしれない。それでね、悲しいでしょ。そうならないために小さな声を上げていくこと、この毎日ポジティブのポジティブ
ラジオではね、そういう考えること、僕が考えていること、こういうした方がいいんじゃないかっていうことをね、ちょっと言葉はね、スーパーネガティブティーチャー悪いですけども、でもね、そういう今の思い、国民の思いというのを、ね、代弁してると思うし、やっぱ2つのね側面があった方が物事のニュースをよりね多角的に見れるんじゃないかなと思ってるんで、今日もポジティブニュースですね。もうオリンピック間近なので、バッハさんと菅さんのね、もう連日登場しております。もうスーパーネガティブティーチャー連日ぶち切れておりますが、まあそれでもね、しっかりとニュースを伝えていきたいなと思います。さあ1週間の木曜日、そして今日はね、僕は勘違いしてました。昨日ですね、お仕事を水曜日で中日とかお話していましたが、祝日なんですね、今日は明日と。なのでもう皆さん今休みですよね。休みの中ね聞いてくださってる人が多いんじゃないかなと思います。この4連休ですね、木金土日、オリンピックも開幕しますし、まあ、非常にね暑い日が続くと思うんで、しっかりとですね水分をこまめに取りながらですね、この4日間、なかなかね不要不急の外出を控えてくださいということでもありますし、こうイベントもねすごく今少ないですし、暇だよって思う人も、ね、いると思うんですけども、明日もねしっかりとポジティブラジオやりますんで、平日ではないですけども、まあ、月から金まで、僕がやると決めてるんで、ぜひともねこの30分のこの毎日ポジティブのねラジオをまた明日も聞いて くださることをね願っております。今日もあなたに聞いていただいてすごく嬉しいです。ありがとうございました。それではまた明日、今日も一日楽しみましょう。